いや懐かしい、2年ぶりだよ、2年ぶり。よかったらご利用ください。なんかフレンドってもらおうぜ。なんでもらわない人か、もらわない人がいるの。ありがとうございます。やった。いやー来たよ、ついに。久々。いや超久々だよ。2年ぶり。2年ぶり何百回目。うわすげえ並んでる。いや懐かしいな、この気持ち。そんなこと言うとは思わなかったもんな。当たり前のようにしてたんだから。当たり前のね、週末で味わっちゃった、うん。失礼します。大丈夫です。よいしょ。はい、ありがとうございます。こちらでございますよ。木村浩二のネーム入りでございますね。これね、入るところにもよるんだよな。勝つ日、負ける日。あ、どうせならあそこで取りとかね。俺の名前が出てる。こんにちは。あ、分かんなかったけど多分そうかなと思って鋭い視線を今感じた。田村ですよ、田村。うちの田村です。はじめまして。どうも、いつもお世話になっております。大丈夫なんですか、体調は。すっかり。他の方は今いらっしゃらない、遅えよっつって。多分席近いから。あ、本当ですか。戻りました。なるほど。あ、どこで飲んでるんですか。柏。え、ここなんですか。お一人。あの、もう今は一人。あ、そうなんですか。前までは子供と来てたんです。うん、来てくれなくなって。あら、そうなんですか。大丈夫なんですか、映っちゃって今撮ってますけど。ああ、全然全然全然。いやー2年ぶりっすよ、俺本当マジで。はい、よかった。はい、また開けます。もう毎週ぐらい。結構飲んでんすか。いや、皆さんで。あの、もう今。あ、そうなんすか。以前はあのトイレ、あのハーフタイムの前にトイレ行く時によく見かけた。あ、じゃあもうもろ近くっすね。俺いつもだいたい3分ぐらい前にトイレ行くんですよ。混むの嫌だから。それ言ってた。あ、たま一回だけ、あのね、なんだっけ、誰かゴール決めちゃった時あったんだよな。あ、俺がトイレ行ってる間に、ね、うわーとか言って、なんだよ、遅くなっちゃって、本当言った時間からさらに遅かったと。今後ともどうぞ。今度あの飲む時ぜひ。あ、そうです。よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。いや懐かしいな。俺さ、2週間ぐらいさ、毎日テレワークだったんだよ。だからケンジに会ってねえんだよ。あ、このところ。
やー久々、お久しぶりです。柏レイソル対横浜 F マリノス、寒い、やっぱり寒いや。まずはじめにアウェーチーム、ね、横浜 F マリノスのスタメンです。ゴールキーパー背番号1高岡陽平、フォワード背番号3よかったっすね。もうこれはいきなりかよとか思って。監督デビン・マスカット、マスカットやってまいりました。どうですかこちら。良くないこれ。フィジカー重積で感染の方はスタジアム内設置の QR コードから感染者情報を必ずご登録ください。ケンジ来ねえな。座席指定のお席では座席の移動はできません。必ずチケットに記載されている座席で感染ください。久しぶりの久しぶりでございます。勝ちますよ。ハーフタイム寒いよ。一体ですけども、どうですか。まあ、いい流れは来てますね。来てますね。あの最初の1点もったいなかったな、ね、というわけでですね、まあ、何が言いたいかというと寒いんですよ。とっても寒いということで、ね、後半へ続くということで、さよなら。やりました。寒い。お忘れ物はございませんか。じゃあ帰りましょう。確か味わってない週末です、ね、勝ちましたよ、ね、2連勝2連勝やりました。ありがとうありがとう。さあみ前にもな、あれ1点取ってりゃな。本当だよ。てか小山津やべえな。持ってる。 あらやべえわ、うめえわ。これ来てよかった。あ、いたのか。どうでしたか本日の。まあ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 、あ、順誰ですか最下位とか言ってたのは。2連勝我々だけです。素晴らしい。ありがとうございました。で、何位。首位。首位多分、
ありました。点取ったね。そう、点取ってるのはいいことです、非常に良いことです。去年は全く点が取れなかったので。なもんな、つけ目ねえよな。そう、あれは素晴らしかったね。ああいうのが欲しかったね、というわけで、まあ、あと中村大丈夫かな。そうね、そういうわけで大熱狂の柏三峡フロンティアスタジアムからお送りいたしました。さようなら。また来週。いや最高。いや飲みすぎちゃうね。どのくらいぶりの週末。いや本当だよ、この気分の一週末超楽しい。2年間来れなかったね、この俺たちの年間シートが復活したということで寒い。本当にさよなら、ありがとうございました。負けなしだね。本当だよ。1試合だけど。